グレートブリテン王国は1707年合同法によりイングランド王国とスコットランド王国が合同し成立した王国。グレートブリテン島全体を支配した歴史上最初の国家であるイングランドスコットランド両国のこの合同は現代まで続く連合王国の基盤となった。1603年にスチュアート朝のジェームズ1世6世がイングランドと スコットランドの王を兼ねて、以来、両国は、同君連合の関係にあったが、安城時代の1707年合同法により、両国の議会は統一されて一つの国家となった。ただし、1999年に、スコットランドの自治拡大政策によって、スコットランド議会は復活することになる。アイルランド王国も1694年以降、イングランドに実効支配されていたが、 この時は合同しなかった。1254年以降、イングランド王室の個人領地になっているチャンネル諸島と1765年に万島購入法で王室属領になった万島も王国に合同しなかった。1776年にアメリカ合衆国が独立戦争でアメリカ合衆国側の勝利、独立し1789年に フランス革命が勃発するとアイルランドにおいても革命政権との連携があり、それが1798年のアイルランド反乱を引き起こした。この反乱は鎮圧されたが、再発防止のために首相ウィリアム・ピットが1800年合同法を成立させた。これにより王国は1801年にアイルランド王国と合同し、新たに クレートブリテン及びアイルランド連合王国が成立した。ありがとうございます。